この作品は本来武器ではないチェーンソーを武器にした主人公が描かれています。この理由について考察します。チェーンソーという文字。注目するのはチェーンソーマンのチェーンソーという文字。この言葉の順番を入れ替えます。そして W をひっくり返して M。 n を h にするとメシアになります。この言葉はギリシャ語でキリストと訳され、救世主を表す言葉としても使われています。つまり、チェンソーマンはキリスト、救世主が由来として描かれていたのです。考察の裏付け、貼り付け、呪いの悪魔に攻撃されたとき、 貼り付けになっています。これはキリストが十字架に貼り付けられて公開処刑されたことが元になっています。考察の裏付け武器人間との戦い武器人間たちとの戦いの時他の攻撃は受けていないのに槍の攻撃だけ食らっています。これもキリストが公開処刑された時に 槍で刺されたことが元になっていると考えられます。考察の裏付け闇の力との戦い闇の悪魔の力を得たサンタクロースとの戦いの時ガソリンを被っています。ヘブライ語でメシアは油を注がれたという意味を持ち描写が一致しています。考察の裏付け 犬。レンジは公安に入る前、犬のように扱われていました。結局、電ンジ自身も犬でいることを望みました。犬という言葉は、紙を逆から読むところから来ているのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。藤本達樹先生は、キリスト、メシアを由来にして主人公を考えたので、 チェーンソーを武器とするヒーローになったのではないでしょうか。なぜチェーンソーが最強になったのかは、これが理由だと考えられます。